や、あのね、この動画はね、本当は明日出そうと思ったんですけど、明日あれやな、アップデートやな。いつもありがとうございます。オソボンバー特賞のパンプキンです。本日もドカンバトルやっていくんですけども、まああれだわ、まああの動画って好きな時に、あのお暇な時に見るんが、まあ、YouTube であり動画で、あると思ってるんで、まあ、好きな時に、まあ、見てください皆さんね。うん、で明日ね、あのアップデートで、ございますんで、あ、多分アップデート中暇でしょう。うん、まあ、仕事学校の方も多いかと思うんですけども、ぜひニートの方はですね、まあ、見てください。高評価もお願いします。で今回の動画なんですけども、極限性の先行公開が飛び交ってまいりました。 LR のスーパーセージ3孫悟空、これがめちゃめちゃぶち壊れになるんです。で前回の動画、あのその、性能先行公開 の出てますんで、まだ見てない方そちらチェックしてこっち見た方がいいかも分かんないですね。うん、この極限後の性能を知らないがゆえにこれを見るとはみたいになっちゃうんで、ぜひ前回の動画を見た上で、踏まえた上でこれ見ていただけると幸いでございます。そういうところでいきましょうか。ちょっとね、極限後のこのスーパーサイジン3孫悟空の使い方をちょっと皆さんにお届けしたいかなっていうことで、あのね、ちょっと僕もうレモンサワー飲みながら、もうあの、ないのお味噌をひねりながら、もう必死で考えました。で、この極限後、このスーパーサイジン3孫悟空をいかに活用、いかに活用し、いかに効果力を出す、チーム編成見つかりました。そのチーム編成こちらでございまーす。いやちょっと待って、ちょ、いやもうブラウザーバックせんといてや一つ一つ説明すっからよまあ、極限後、極限した手で話を聞いてくださいね。このスーパーサイヤ人3孫悟空、これ極限しましたと。ふぅ、極限しました。ね、めちゃめちゃバチコレになった。ね。で、あ、俺、スキルダブつけてないんじゃん。あ、スキルダブつけてない。やったラッキー、なんか嬉しい。そう、追撃の風呂。そう、確定開始つくからね。で、一体ずつ紹介していくんですけども、このフェスゲンバーダックをリーダーにして使ってほしいんですよ。っていうのが、孫悟空の系譜、語り継がれし者純粋サイヤ人の200バーですね。で、これを、まあ、活かせるんですよ。うん、で、中身なんですけど、サブキャラなんですけど、まあ、スーパーサイヤ人バーダック。これが、あの、味方全員のアタックディエス 30% アップで全ての攻撃をガード。ガードが決まるとそのターン中さらにディエス 30%。これ、皆さん、育成してます？この状態でボックスで眠ってる方もったいないんで、ぜひ極限戦と覚醒までの育成をね、うん、私は、してほしいかなって声を大にして言いたい。うん。で、続きまして、スーパーサイヤ人2バーダック。ね、これ、ドカン覚醒前のイラスト、これでございますんで、これ、この状態で僕、眠ってる方、非常にもったいないですね。こいつでスーパーサイヤ人3、孫悟空を活かせるということと言っても過言ではない。ちょ、ごめん、話まとめないで、僕、いつも動画投稿するんで、なんか、なんだろう。ね、あのごめんね、なんかしどろもどろになってるところはもう本当に申し訳ないと思ってるわ。でもそれを踏まえた徳島のパンプキンチャンネルでございません。もう皆さん3700名の方もう理解してるっしょ、ね、音ガミガミもね、あの話まとまってないのもこの徳島のパンプキンの魅力でございます。いきましょう。でパッシブなんですけど、スーパーサイヤ人2またはスーパーサイヤ人カテゴリーの味方がいるとき、さらに、追加攻撃してくれますね。で、味方全員のアタック 30% でございます。非常に相性いいっすね。うん、非常に、あの、パッシブとの相性はいい。うん。で、続きまして。これね、フェスゲンスーパーサイヤ人3バーダックね。うん。これパッシブなんですけども、あ、これは別に苦戦してる人多いかな。いや、でもね、これ何年前のフェスゲンだったかな。これフェスゲンなんでね、ボックスで眠ってる方もいるのもったいないんで、あの、極限戦特化戦まで育成してください。でね、これが、あの、長兄の味方全員のアタック 50% で、スーパーサイヤ人を超える力がおると、必ず必殺技追加発動。この、スーパーサイヤ人3バーダックと、この、スーパーサイヤ人3孫悟空が非常に相性いいんですよ。っていうのが、
ちょっとね、スーパーサイヤ人3孫悟空、ちょっとあれチーム編成するわ。どうやこれリンクスキル相性が4つあるんですよ。理由、何が言いたいかってね、このスーパーサイヤ人3孫悟空リンク相性合うのがね、大体ね2つ3つぐらいのキャラしか今持ってないんですよ。僕他におったらちょっとコメントで教えてほしいんですけど、唯一この LR の龍拳国のリンクの相性いいのがこのスーパーサイヤ人3バーダックと私は思ってるんですよ。スーパーサイヤ人歴戦の戦士、短期戦限界を超えた姿、全部アタックアップでございますんで、もうそれはこの極限後こいつものすごく多分ね、もう4000万5000万、それ郷ひろみ顔負けの3億5000万ぐらいのやっぱりアタックしごんちゃうんかな。分からん、すいません、それはないんですけど、まあ下手したらまあサポートアイテム使って2000万ぐらいのアタック値は出ると思います。はい、で今一つ空いてるでしょう、一つ空いてるんですけど、ここね自由に入れていいんですよ。自由に、だから孫悟空の系譜と純粋サイヤ人だから、その王子座高難易度イベントで、に合わせてこのここに好きな孫悟空系を入れたい。だから相手がまあ地属性だなと思ったらフェスゲンのこれね、フェスゲンのスーパーサイヤ人ゴッド孫悟空入れてもいいし、で相手がそれは劇場版ボスだなだったらこれね、スーパーサイヤ人ゴッド孫悟空、まあ劇場版ボスに対しては受けるために 77% 軽減なんで、あこれ入れようかでもいいし、で相手の即属性だなだったら技属性のフェスゲンの天下一孫悟空優勝悟空入れてもいいしね、まあ、で相手が力属性だな、でこの帝宮悟空入れてもいいし、祭り限定のね孫悟空入れてもいいし、あ相手がちょっと体属性でちょっとこいつのディフェンスもうちょい上げたいなって時はこの頭脳戦孫悟空ね、スーパーサイヤ人孫悟空、これが味方全員の、ディフェンス上げてくれます。で自分自身も強いということで、まあ、相手が、まあ、体属性でちょっと龍拳国の、ディフェンス上げたいんだっていう時は、まあ、これも入れてもいいし、だから幅広いんですよね。なあ本当にこいつをリーダーにすることによりで、こいつが極限することにより本当に最強チーム編成爆弾と言っても過言ではないかなと私は思ってるんですけども、いかがですかね。で相手が、もし技属性なこの七夕の、まあ、おそらく9周年復刻来るであろうスーパーサイヤ人4孫悟空、七夕4孫悟空入れてもいいし、ね、もうなよりどりみどりなんですよ本当に。で祭り限定のこれね、スーパーサイヤ人孫悟空クズ野郎悟空入れてもいいし、もう最強じゃんね。だからあと1アグも何入れてもいいの正直。で結局何が言いたいかって2回言うんだけど、2回目言うんだけど、スーパーサイヤ人3孫悟空をの横にこのスーパーサイヤ人3バーダックを置いてほしい。でこいつの火力も、上げてほしいと私はそう言いたい。なのでこのね、このチーム編成マジで最強と思ってる。で極限のスーパーサイヤ人3孫悟空はもうフェスゲンバーダックをリーダーして、孫悟空の系譜純粋最初に使ってくださいと私はそう言いたいでございます。これが極限後の最強の編成の使い方どうですか。まあそんな感じで、まああれだわ、賛否両論あるからよ。だからああ使った方がええんちゃうんか、こう使った方がええんちゃうかだったらね、コメントをいただけると嬉しい。俺も参考になるからね。ぜひね、高評価を忘れずに、ね、チャンネル登録をお済みの方、ぜひね、この機会にですね、まあ、9周年も始まりますから、徳島のまんまきのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところで、まあ、曲面本当に楽しみ。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。